アルベールルブランは、フランスの政治家。第15代大統領。中道右派、民主同盟所属。1871年8月29日、ムルトイコールエイコールモゼル県、メルシーイコールルイコールオートの農家に生まれる。エコールポリテクニーク、パリ国立高等工業学校を、それぞれ優秀な成績で卒業する。その後、ブズールとナンシーで、鉱山技師として働く。 しかし、政治への関心が抑えきれず、1900年、29歳の時に、鉱山技師を辞し、総選挙に、共和左派から立候補し当選する。1912年、植民賞。1913年、陸商権自由権担当賞。1917年に、民主同盟結成に加わり、1920年、ムルトイコール、A、イコールモゼル県から、 国会議員に選出される。1925年から1929年まで、元老院副議長を経て、1931年、元老院議長に選出された。1932年、ポール・ルメールが暗殺され、後継大統領となり、1939年には再選されたが、国際情勢は、アドルフ・ヒトラーの台頭によって、風雲を告げ、大統領として、 手腕を発揮できる状況とはほど遠かった。1940年、フランスはナチスドイツに降伏。ルブランは大統領職を公式に辞任しなかったが、傀儡政権とされるビシー政権が成立し、国家主席にフィリップ・ペタンが就任した。ルブランは7月15日にグルノーブル郊外のビジルへ避難するが、1943年8月27日には、 ドイツ軍に拘束され、身柄をチロルに移送される。10月10日、健康状態の悪化を理由に、ビジルに戻るが、引き続き、ドイツによる軟禁状態に置かれた。1944年8月9日、連合国の構成で、フランスが解放されると、ルブランも解放された。シャルル・ドゴールと会見し、大統領を正式に辞した。以後、政界を引退し、パリに陰性した。 1950年3月6日、パリで肺炎のため死去。ありがとうございます。